どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。テイルズオブディスティニー続きでございます。なんとか入り口まで来ました。ソーディアンなしで危ない目に遭わなかったか。それ気になるよね。大丈夫だった。お、これがありましたから、なんとか。何それ、フラスコ。ほう、私皆さんのお役に立ちたくて、新しい武器を研究中だったんです。ほうほうほう。な、何それ。フィアボム。おお、え、消えた。え、一撃でモンスターをすっげー。そんなもん作ってたんかい。クレメンテは得られましたけど、ああ、これはこれで活用することにしますわ。怖っ。フィリアはクレメンテなしでも十分強かったのではないか。確かに。クレメンテ。それじゃあ海に乗って当初の目的地を目指しましょう。そうですね。なんだよ、下心丸出しでやるからそんな立場ないことになっちゃうんだから。おお、海竜。海竜かな。海竜って言うとポケモンになっちゃうから。いやー、お元気そうで何よりでござい。うわ、でっけえ、やっぱり。飛行竜もそうだったけど、すごいな、本当に。この時代のドラゴンは、なんか移動手段として使われてんだね。お、新しい街。カルバレイスに着いたぞ。ああ、なるほど。何よここ本当に。確かに暑いね。気持ちいいな。スタン、スタン、本気で言ってる。うん。ああ、日差しが強くて最高だよな。いいよな、そういうなんか夏になるとバカみたいにテンション上がるやつ。この男本気だわ。健康ですね。まあまあまあ。これからどうします、坊ちゃん。そういえば。バルック基金のオフィスへ向かう。ほう。オベロン社のカルバレイス方面支部だ。バルックってそういうことか。そこで情報を集めるんだな。なるほど。おい、バルック基金のオフィスはどこだ。初対面にそういうこと言うなや。ああ、どこ行っちゃった。ほら。すいません。道を聞きたいんですが。ああ、あれ？ありゃ。リオンがなんかそっけないからじゃなくて？街の人の反応は冷たい気がする。完全に無視だよね。はあ、オフィスの街なんか、とりあえず街へ向かいましょうか、そしたら。おいおい、なんてこったい。どこだ？バルック基金。どこにあるんだろう。あー、あ、ここっぽくね？これっぽく、これっぽいわ、なんとなく。ちょっと話聞こう。どうもー。おい、タピラというもの、仕事手伝ってくれ。暇じゃない。あ、悪いね。ここじゃね？なんかそれっぽいわ。あ、やっぱここだ。久しぶりだ、バルック。どうも。リオン、よく来てくれた。はい。町の人間にここの場所を聞いたのか。いや、それが無視されちゃってさ。自力でたどり着いた。うん。この町の住人は礼儀がなっていないな。まあそんなこと言うし。あんたがそれを言うわけ？いや、それはごもっともだ。マリー、見て。うん。向こうに可愛いものがあるわよ。そうか、余計なことを言うと電流食らうのか。どこだ？ほう。カルバレースの人々はよそ者に対する警戒心が強いからな。なるほど。長年の歴史に由来する行動だよ。ほう。あまり気にしないことだ。なるほどね。何があったの過去に。カルバレース人の先祖というのは大昔にあった戦争の敗者なのだそうだ。なるほど。天地戦争ですか。ほう。そうだ。あ、そうなんだ。どれだけ前の戦争か知らないけど、うん、いつまでもそんなこと気にされてもね。まあまあまあ、そうなんだよな。うん。それは勝者の論理だな。うん。敗者には敗者の考えがあるのだ。なるほど。現にカルバレースの人々は他国に比べ生活水準が低い。なるほど。そこの他国に虐げられてきたせいだ。わだかまりが生じるのも無理はない。なるほど。敗戦という理由がそういうわけだな。私がしているのは、うん、ここの人々の暮らしを楽にするためだよ。いい人なんだ、バルク。バルクさんってすごい人ですね。うん。そんな考え方ができるなんて。確かにすごい人だわ。こんな場所があることすら知りませんでした。ああ。言うだけなら安いものさ。いやいやいや、行動中だけすごいっすよ。それはそうと、本題に移ろうか。ほう。ヒューゴ様から連絡も受け取っている。なるほど。何でも神の目とやらを探しているそうだな。おお、よくお分かりで。そうなんです。心当たりはありませんか。なんかここら辺に運ばれたらしいんですよ。私も人を使って調べてみたのだが、うん、今のところ手がかりはない。まあ機密情報だからな。カルバレースに寄港した船を徹底的に表せてはいるのだが。はあ。何か情報が手に入ったら知らせよう。ああ。それまでこの町に滞在するといい。あざーす。わかりました。
よろしくお願いします。大丈夫でも任せてくれたまえ。うん、それにしてもこんなよそ者を警戒されてるところで進む、なんかこう待つのもちょっとって気するけど。何がですか。何、リオンが同年代の誰かと仲良くしているところを見るのがだよ。仲良く仲間同士ですからね。うん、そりゃ仲良くもなりますよな。ああ、リオン、リオン無視すんだろどうせ。あ、違う。人聞きの悪いことを言うなバルク。うわ、僕はこいつらと仲良くなどしていない。そんなこと言う。そんな言い方ないだろう。うん、これまで一緒にやってきたんじゃないか。そうだよ、戦ってきたろ一緒に。命令されて仕方なくだ。ああ、本来なら僕一人でも十分だった。なんて失礼な。リオン、うわ嫌なやつ。仲間だも仲良しだも虫ずが走る、うん、いいか。うん、もう一度言っておくぞ。何、僕はお前のようにズーズーしくて脳天気で慣れ慣れしいやつが大嫌いだ。そんな、なんかこう言わなくてもいいじゃない。気を悪くしないでくれ。うん、とっつきにくく見えるのは昔からでね。あ、昔から知ってるんだバルックは。大丈夫です。バルックなんだな、きっと。バルックじゃなくて。俺はリオンのことを好きですから。おお、俺はいいやつだって信じてます。お前騙されるぞいずれマジで。案外わかりやすいところもあるのだよ。なるほど。気持ちの変化があればきっとすぐに伝わるはずだ。それに気づけるかだよね問題は。え、どうしたの。今の人誰だ。どうしたの。情報屋です。お金を払って知っていることを聞き出しました。なるほど。何かわかったのか。なんて。僕たちがやってくる少し前に、うん、神殿関係者の団体が到着したそうです。そいつらだよそいつら。そいつらは船から大きな荷を下ろしこの国の首都へ向かったとか。なるほど。それってどう考えてもグレバミチミと神の目じゃないの。ああ、でもバルックさんは何も知らないとおっしゃってましたが。なんか矛盾してるよね確かに。あの男が全ての情報を握っているとは限らない。ほう、この国の人間がよそ者を敵視している。なるほど、情報屋で。情報屋なら話すと、金さえあれば。あんな立派な人なのに。はあ、警戒されてるんだな。じゃあ思い出しました。確か、ん？カルバレースの首都カルビオラに神殿の支部があったはずです。カルビオラね。そこに神の目が運ばれた可能性は高そうじゃの。ちょっと嫌ですね。カルビオラはどこにあるのだ。知ってる？それも聞いたよ。ここチリコを出て北の方角だって。ほう、行ってみようリオン。なるほどね。リオンが徹底的になんか黙るんだもんな。はい、カルビオラはチェリクの北。グレバムがいるかもしれない。うん、早くカルビオラに行こう。そうっすね。炎天下を歩くのはゾッとしないわね。うん、文句を言っても始まらないわ。我慢しなさい。えい、カルバレースの首都カルビオラはチリコを出て北の方角です。ほう、北というのは一体どこかね。まあ、とりあえずなんか町というか、なんか、あ、すみません、ちょっと飯くれませんか。何か用かしら。レンズ換金しよっかな。990個もあるんだったらな、いい気がするんだけど。ちょっと待って、一旦ね、じゃあ装備強化してからかな。リライズ。どれどれどうしようかな。じゃあブロンズアーマーをね、どうしようかな。これだ。じゃあアイアンアーマーに切り替えますよ。よいしょ。リライズ。オッケー。アイアンアーマー手に入れた。で、あとはレーザーアーマー。あー、まだできそうだね。どうしようかな。チェイン、あ、一番これ強くないっすね。じゃあ、ブロンズアーマーで、はい。オッケー。で、あと、ブロンズウェアも変わるな。あ、ダメだ。金が、足りないんだな、ちょっと。ストレイウェーブ。ローブか。変わらないやつもあるんだな。じゃあ、ホワイトクロークに切り替えます。よいしょ。変えられるものは変えていこうって感じですかね。よし、あとは全部売っ払うか、もう。あとは、だってなんか、こう、ダイヤ的な、なんか、もうちょっといいやつが必要ですもんね。よし、じゃあ、あとはいいや。じゃあ、はい。用かしらで全部売るよ。装備じゃねえや。換金換金。結構、はい。選択された、ああ、はい。結構な額全持っていっちゃうよ。売却は700の、60、700個でいいや。はい。オッケー。おー、結構な金になったね。じゃあ、ちょっと、フード、フード。今の君に話すことない。もう少し腕を磨いてから、すいません。そんな言う。ああ、売りたくない。そんなこと言うなよ。あ、ブロンズアーマー売ってるんだ。まあいいや。これ、宿屋じゃない？これ多分。あ、宿屋っぽいわ。おい。珍しい奴らだな。泊まるのか？体力ちょっと見ておこう。
疲れてる？あーあーあー、まあそれなりに疲れてんなー。じゃあ一旦、うん、手短に、じゃあ先に飯もらって購入どうしようかな。いろいろあるね。お好み焼き高そう。効果によるよな。あー、ロコモコ結構いいな。戦闘中戦闘不能者がいたら、回復すると。1個買っておこうか。はい、 OK。 一応家でまだいいや。で、あとそうだ、フードサックの補充もしておきたいんだよ。これだな。で、それで補充する。はい、 OK。 で、あとなんか買っとくかな他に。はい、あとハンバーガー、これは、あー、60杯以下になったら結構いい、良くなる。70杯か。あー、どうしよっかな。一応ハンバーガーも買っておくか。ハンバーガーと、あとチャーハンも買っておこう。はい、あと、うん。で、どうしようか。おにぎりが80杯以下で回復すっけど、回復量は10。あー、そしたら、一番効率がいいのはおにぎりなのかな。なんだかんだ言って。うん、2000頭ごとにはちょっとこれは罠わかんないから。よし、じゃあこれでいいや。はい、オッケー、ありがとう。一旦セーブしておきますか、とりあえずね。はい、じゃあセーブ。いやー、なかなかいいペースで進んできたじゃないの。うん、でセーブし終わったら一旦この街に寝て体力回復。はい、うん、止まるのか。はーい、100ガルド構わないか。ノープロブレム、おやすみ。これで体力全開してから次のね、首都へ向かいましょうよ。絶対なんかあるんだから。なんてこう冷たい人たちなんだ。まあ歴史が言うんだったら仕方ないかもしれないけどね。チェリコを出る。さあ、目指すは首都だね。あーっと、ここだ。砂漠しかねえ。すごいなこれ。次を左かなと。まあ左にしか行けないんだけど。おっと、ここかなんだ。おっと、サンドラビット。サンドラビットか。サンドラビットってなんだよ。サンドラビットはね。はいはい、オッケーオッケーオッケー。要は砂の、砂漠のなんかそういう、専用にいるやつみたいな。やっつけちゃおう。おい。あれー、どうなんだろうこれ、効果ちゃんと使えてるかな彼女。はい。うん、あ、かわいい。ちょっと思った。ここだね。はい、首都カルビオラ。あー、メガネ取った姿可愛かったね、今ちょっと。どうも、うわ、すごい、もう蜃気楼っていうか、揺れてて、もう暑さがやばいわ。あんたたち、どうも。いやー、ちょっと遠くから。チェリクからフィリア、そう。うん。あれ？この人はなんか、優しくなった。そうだね。うん。どこにあるかわかりますか？おい。あんなくだらんもの、いくら抑えたところで無駄だよ。なんで急に。私らには私らの神がいる。うん、よそ者の神なんぞに用はない。ああ、そうですか。神殿とやらがあるのは町の北さ、うん、はい。でもあんまり関わるんじゃないよ。何、黒い噂とか。おばさん、どうもどうも。前にアイルツ司教様に聞いたことがあります。なんて。カルバレースは独自の信仰が根強くて不況に苦労しているのだとか。無理に不況することもなかろうに。神様までよそ者扱いなのか。まあ普通そうだろうな。うん、日本でこう最初キリストが入ってきた時にちょっといろいろ一悶着あったみたいなもんなんだろうな。一悶着って言っちゃあれだけど。おお、ここか。ここかな。だいぶ立派な。間違いありません。ほう、よし、早速乗り込むか。うん、待て、いきなり飛び込むのは危険だ。様子を見てからってわけかい。そうですね、うん、中の状況がどうなっているかわかりませんし。まあ確かにな。お、もうなんか思いついた。私は巡礼者を装って先に中へ入っていますわ。なるほど。皆さんは夜になってからお越しください。裏口の鍵を開けておきます。おお、大丈夫なのか。そんな潜入勇気いるだろうな。神殿に滞在するのは珍しいことじゃありませんから。なるほど。昼の間は見つからないようおとなしくしていますわ。はあ、無茶はしないようにな。そうだね。はい、ではまた後ほど。後ほど。さて、私たちも夜まで一休みってとこ。そうだね。待機するとしよう。うん、フィリアがパーティーから抜けました。宿屋に向かえばいいんだね。
宿屋はここかな。おい、あ、ここだね。どうも、私外国びいきなの今回。あ、ただありがとう、あざーす。ただにしてくれた。あら、かわいい女の子。雑魚寝じゃないですか。起きろ、そろそろ出発するぞ。えい、いつも寝てるんだから。こいつ本当に寝起き悪いわね。ほっとくぞっていう。リス、飯まだ。リオン、この際だ。え、例の電撃を見舞ってやってくれ。危ない危ない、やるの、やっ俺こんな寝起き嫌だ絶対。目は覚めたか。おはよう。うん、覚めた。怒らないの。はい、目指すは神殿の裏口ですね。ありがとう、お世話になりました。あ、間違えた、よいしょ、こっちか。どうもでした、また今度来まーす。その時もタダにしてね。うわ、静けさがすごいわ。ストレイライズ宮殿裏口。あ、どうも、こんにちは。出入り禁止されてます。お引き取り。ああ、すいません。でもあるね、ちゃんと入り、出口、裏口が。あれ？あそこ行けないのかな？こっからか？違うな。どうや、ちょ、聞いてみよう。フィリアが神殿の裏口の鍵を開けてくれるって言ってたな。ああ。待たせたら悪いわね。早く神殿の裏口へ向かいましょう。その裏口がどこかわかんないんだよな。こうやって夜中に何かするのって気分がワクワクするな。背徳感があるからな。静かに、声が大きい。ごめんごめん、うん、でもなんだか興奮しちゃってさ。あんたね、子供じゃないんだから、うん、そうですな。さあ行きましょう。ここがダメというのであれば、なんかそこに裏口らしきものが見えるんだけど行けないんだな。となると別の方向から行くしかあるまい。こっちか。お、ここはこっちからか。よいしょ、ここは裏口かな。うん、フィリアがうまくやってくれてるといいけど。大丈夫かね、開いてる。ノックすなって。お待たせしました。お、どうぞ中へ。よかった、無事でよかったよ何より。よし、ここに神の目があるという可能性が。真っ暗だ。うん、今明かりをつけますね。そうだね。でも夜こんな明かりついたら怪しまれるでしょ。何か分かったことは。ん、クレバムやその一味を見かけることはありませんでした。ほう。ただセインガルドの神殿同様、ここにも大聖堂があります。つまり大聖堂の地下の秘密の、まあそうだろうな、通じているかもしれません。オッケー、よし調べてみよう。大聖堂に行けばいいんだな。巡回しています、気をつけてくださいね。何そのメタルギア的なやつ。行きましょうか。大聖堂がどこにあるかだよな。上か、こういうのって。でも普通地下だったよな。地下通路っぽい感じな気がする本来は。どこなんだろう。ここの神殿にも地下へ通じる仕掛けがあるかもしれないのね。うん、そこにグレバムがいるかもしれません。なるほど。神殿内の見張りに注意しながら、はい、大聖堂を目指しましょう。わかりました。こっちは行き止ま、あ、こっちがあるわ。はい、でーあー、こいつらが見張りか。頼むからやられてくれ、黙って、黙ってやられてくれ、頼むから。やれやー、あ、ちいちいちいち、ちょっと火とかやめてくださいよお兄さん。おーれやー、ゲインアップ、いいね。勝手に俺だけ体力回復してるけどいいのかなそういうのって。ういあとちょっとだよ、いって、この野郎もうやられろ、いい加減。よし、うん、斧やら剣、喋る剣やらで殴ってくる人たちも良くないけどね。さあ行きましょう。ちょっと怖いな、いつなんかこう敵が出てくるか分かんないっていう恐怖はありますよ。あれ、あ、こっちか。あれおーっと、やばい、囲まれた。ちょっとまずいな、これはかなり敵が多いもんで。いやー、いいね、ま、こう爆炎剣が結構ななんか攻撃範囲。おーっと、
かっこいい。ただこっちにやってほしかった。こっちまだ人2人いるから。なるほど、すごい技を持ってるじゃないの。よっしゃい、ゴールド。結構おにぎりいいじゃん。まあまあまあ、いいさいいさ。ちょっとアイテム使ってみますか。アイテムね、確かあれがあったはず。人、人間効果あるかどうかわかんないけど、あれ、どこ行ったっけ。リンゴじゃねえな。あれ、どこ行ったっけ。あ、これだった。あれ、ダークボトルだから、あれがない。あー、使えないってことか。ホーリーボトルだったか、なんかそういうのがあったんですけど、それを使、あった、ホーリーボトルあるじゃん。おい、使う。よし、これで敵が出づらくなると、しばらく。今のうちに急ぎましょう、ちょっと。見つけて、あ、セーブポイント。一応いいや、しなくて、はい、アイテム。こっち取っちゃう。アバター、あ、これで上か？おい、多分入り口だと思うんだよな、さっきのが。よいしょ。こっちか。神殿がどこにあるかとか、そういうのはちょっと把握して。おっと、いいね、ピーチ組。調合したって。勝手にやってくれるんだね。そういえば言ってたな、なんかこう、待機してるキャラクターは勝手にいろいろやってくれるよ、みたいな。そのおかげですね。おい、なんだあれ、なんかあるぞ。ちょっと、なんか光ってる。あれぶっ壊すな、ちょっと早く壊そう、これ。えい。ありゃー、なんかあるとやばそう、あれ。おい、おー、いった。ショーハメッショウエン、すごい名前だね。えい。ここか。お、ここっぽいぞ。外じゃねえか。というわけで、じゃあね、ちょっとね、次回行きたいと思います。なんとか探してみたい。お楽しみに。じゃあね。